はい、どうも、それでは秋からのマネオセンター現社第3、第8回ですね。今回は景気変動、インフレーションとかデフレーションとかね、まあ、公共不況のお話に入っていきたいなと思います。まあ、ここちょっとややこしい話です。なんかね、GDP、GNP とかいろいろすごいややこしい話続いてますけども、ここの範囲すごい重要なので、しっかりちゃんとね、分からなかった何回でも何回でも動画見直して復習してください。はい、じゃあそれでは行きましょう。景気変動言われてもんですが、まあ、ここになんかすごいグラフ書いてますね。まあ、関数ではないです。これは関数じゃなくて、景気のね、周期っていうものを表してます。景気っていうのは、好景気を迎えてね、でも不況になったり好景気になったり不況になったり、それを繰り返してね、どん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 行ったり来たりしてるんだっていうのを、まあ、ちょっとグラフ的に書いたものなんですが、これ景気が停滞してる時からどんどん好景気に向かっていってる時期、これを回復期って言います。景気が回復していって回復していってる回復していって、大体このピークだったり、これを好景気って言います。まあ、調子がいいと。好景気の時なんですが、まあ、だんだん、それをだん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 、不況に向かっていく。この下がっていく時期のことを好待期って言って、で、どん底っていうか、ちょっと調子悪いな。そういう時は不況期って言います。で、まあ、好景気と不況期を覚えてたいんで、回復期とか好待期は、まあ、そういうことがあるんだなぐらいの認識で結構です。なんですが、この景気変動って言ったのは、まあ、こういうふうに、好況だったり不況期だったり繰り返してるんですけども、まあ、いろんな人が、まあ、こういう景気変動っていったものはある周期でね、行われてるんじゃないかっていうことをいろいろ言ったんですよ。で、まあ、それをちょっとこっち書いてるんですが、まあ、4つあります。キチネの波、ジュグラの波、クズネツの波、コンドルチェフの波ありますけども、まあめんどくさいですね。めんどくさいです。で、このキチネの波とコンドルチェフの波、これ2つ覚えてたら問題ないかなと思います。この2つはまあ多分あまり問われることはないと思うので、まあ、この2つだけ最低覚えておいてください。いいですね。はい、でまあ、1つ目、キチの波なんですが、これは大体40ヶ月周期で、まあ、起こるんだというふうに、その、まあ、キチンさんが言ったんで、まあ、キチの波と言われてるんですけども、これは、在庫投資ですね。まあ、倉庫とかに残っている在庫投資に注目して、大体40ヶ月なんだと言った人です。で、まあ、キチの波は在庫投資で40ヶ月っていうふうに覚えてくれた。まあ、詳しいことはそんなに知らないでいいんで、字面だけで覚えてください。キチン在庫40ヶ月。こんなにいいです。で、次4つ目、コンドラチェフの波。ありますね。これちょっと長いですけども、これコンドラチェフの波50年って書いてますけど、これは技術革新です。まあ、ある技術が例えば、劇的にね、進歩して、まあ、産業革命じゃないですけど、技術がある技術革新、イノベーションが起こって、で、まあ、生産が伸びていったり、で、まあ、それまた、落ちていって不況に向かっていったり、その、ね、周期大体50年じゃないかっていうのをまあ言ったんですね。なんでちょっとすみません、上げますね。このコンドラチェフの波っていうのは、ちょっと1年間置こうか。技術革新、これに注目して、50年周期でまあ波が起こるというふうに言いました。これがコンドラチェフになります。まあ、この2つは、まあ、10年、20年って書いてますけど、まあ、特に覚えなくて大丈夫でしょう。まあ、このようにですね、こういうふうに好況不況っていうのは、まあ、どの景気変動でね、繰り返しているわけなんですけども、まあ、それぞれ好況期と不況期における、まあ、特徴、こういう時期において何が起きるのかっていうのをちょっとこっちにまとめたんで、いいですか、こっち来てください。はい、まず、好況の時です。好況っていうのは、まあ、不況じゃないですから、まあ、それは調子いい時ですわな。調子いい時、好況期。これって何が起きるかっていうと、いろいろあります。設備の投資が、例えば、公共なので、まあ、調子がいいと。で、お金がどんどん入ってくるので、まあ、よりもっとね、技術革新とかで設備の投資を増やそうと。設備投資を増やして、もうちょっと立派なね、設備をね、整えようということで、設備投資が、はい、アップです。アップです。いいですね。アップ。設備投資、アップです。はい、次、賃金。まあ、お給料ですね。公共期、設備投資。まあ、公共なので、まあ、たくさんお金が入ってくる。なので、社員にあげるお金も必然的に増えます。なので、賃金も増えます。賃金増えます。さらに、雇用なんですけども、公共機、たくさんね、設備をたくさん作って、で、どんどんどん生産増やしていきたい。なので、その雇う人ももちろん増やすんですよ。それ分かりますね。従業員を増やして、もっとたくさん生産して、どん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 会社を大きくしていこう。ということで、雇用が増えます。雇用アップです。さらに、まあ、設備投資、設備増えました、人増えましたと、つまり生産は、それ増えますわな。生産もアップ。さらに調子が良くて賃金が増えると。お給料増えたので皆さんお金がたくさん入ってくるんですよ。
ということは、そのお金はもちろん使えますよね。ということで、消費も増えます。消費もアップです。消費もアップ。でさらに、消費をたくさん行うことによって、物価が上がりますね。で消費が増えることによって、物価が上がります。でこのようにね、いろいろ、まあ、6つありますけど、これ全部上がります。こういうふうに、ボン、6つ上がります。上がるんですけども、さて、この前だったらいつまで、すごいですよね。設備投資、賃金、雇用生産者、ブワー増えていくと。増えていって、増えていって、増えていって。なわけないんですよね。なわけない。さっきやりましたね。止まる時期があるんですよ。これどういう時期かっていうと、行き過ぎるとね、公共が。物価がちょっと上がりすぎるんですよ。上がりすぎる、ちょっと2個ぐらい書いてみましょうか。物価が上がりすぎる、物価上げ上げと。ね。物価上がりすぎてるから、わかりますか？物価が上がりすぎるとどうなりますか？その消費は落ちますよね。周りの物の価値が下がるんですよ。まあ、物の価値、周りの物がすごい高いと。高いので買えなくなると消費控えようかということで、消費が下がるんです。で、ここからどんどん連鎖的にいきます。消費が下がりますね。消費が下がっていくと、まあ、企業とかに入っておくと、ね、減りますよね。お金が減ると。じゃあということで、じゃあ雇用を減らそうか。賃金を減らそうかということで下がっていきます。下がると、雇用を減らすと人が減りますよね。ということは生産も減ります。生産を減ってで、ちょっと設備投資に回してるお金もないなということで、これも下がります。わかります？どんどんどん下がっていくんですよ。下がっていって、さあ、不況期です。不況期。下がっていってますね。設備、そんなやってる場合じゃないと。そんなやってる場合じゃないと。賃金、そんな払ってる場合じゃないと。払ってる場合じゃない。下がります。雇用、そんな雇ってる場合じゃない。下がります。いいですね。下がります。で、雇用、設備投資、下がりましたね。生産は、もちろん下がります。はい、下がります。下がるということは、生産量がないですし、賃金も下がってますね。下がってるということは消費も落ち込みます。消費も落ち込むということは物価はもちろん下がります。いいですね。ちょっとすごい。テンポよく行きましたけど、皆さんついてきてますか？いいですね。行き過ぎると物価が上がりすぎてしまって、そのことによって消費が滞ると。滞ることによって景気がどんどん停滞して、下がっていくんですね。どんどん下がっていって不況に向かっていく。で、これが不況期に起こることです。で、この不況が短期間で急激に起こる。短期間でバーンと本当に落っこちてしまうと、公共から不況に落っこちてしまう。このことを恐慌って言います。なんかニュースでよく聞きますよね。まあ世界大恐慌とかありましたけども、このことを恐慌って言います。いいですね。で、そこでなんですけど、まあこれ雇用が下がったって言いましたよね。完全雇用って何でしたか？政府による有効需要による雇用。完全雇用を実現するためには政府が有効需要を生み出さなければならないって言った人誰でしたか？覚えてますか？やりましたね。完全雇用といえば、有効需要といえば、そうです。ケインズさんですね。覚えてますか？ここではちょっと関係ないですけど、はい、ここで雇用、有効需要出てきたので、ちゃんとケインズさん思い出してますか？いいですね。まあ、こういうところでちょっと関係ないかもしれないんですけど、ちょくちょくね、復習みたいなの挟んでいくので、皆さんちゃんと勉強しておいてくださいね。はい。OK、じゃあ次インフレーションの方いきましょう。ショーなんですが、ちょっとその前にですね、さっきの授業ですかね、さっきの授業か。物価の話。あ、さっきじゃない、第1回か。第1回の授業ですかね。GDP のお話なんですけども、物価が下がる。物価が下がって給料が半分になるみたいなこと言ったと思うんですけども、あれはその、ちょっと僕、説明が悪かったんですけど、物価が下がってからじゃないですよ。不況になって、給料が半分になったとしても、物価が半分だから結果的に、半々で値段的に同じだよねっていうことを僕言いたかったんですけど、ちょっとすいません。それ補足しておきますね。第1回の授業なんですけど、それちょっと僕間違いでした。はい。ちょっとインフレーション入っていきましょう。物価が持続的に、インフレーションっていうのは物価が持続的に、どちらと思いますか？こういうのはね、イメージです。インフレーション、デフレーション。どっちがなんかパッと見なんか良さげですか？響き的に。それインフレの方がなんか良さげじゃないですか。デフレよりはインフレの方がなんかこう、ね、いった感じ、良さそうなんですよ。つまり、物価が持続的にアップです。いいですね。アップ。上がること。物価が持続的にアップ。物価が上がるっていうことは、皆さんちょっとこう考えてくださいね。物価が上がる。例えば、手持ち100円です。さっきやりましたよね。50円のアイスが25円になると。例えば、これで50円のアイス買いに行くと。ということで、今、これちょっと見にくいな、これ。見にくいですよ、すみません。じゃあちょっとこれ下げようか。ちょっとすみません、ちょっと下げますね。こ
ほんなら、見えてます？例えば、はい、手持ち金100円です。皆さん100円玉持ってます。で、50円台そこに行くと。ね。やりましたね。何本買いますか？それは、まあ、バカができます。2本ですね。2本なんですけど、はい、ここで、アイスの物価が上がります。物価って物の値段ですからね。さっき僕が、給料が下がる、下がってないって言ったのは、給料が下がったのは物価が下がってから給料が下がったんじゃないですか。そこは絶対誤解しないでくださいね。物価が下がったの給料とかが下がったり上がったりするわけじゃないですからね。不況になると賃金が下がるって言いましたね。僕が言いたかったのは、不況になって賃金が半分になっても物価が半分になれば結果的に一緒だよってことを言いたかっただけなので、ここでは、例えば物価が上がってアイスが100円になっても、100円になったとしますね。これは変わんないんですよ。わかりますね。で、結果的に買える本数減りますよね。わかりますか？ってなると、これは相対的に言うと、お金の価値が下がっちゃうことと一緒なんです。それわかりますか？今まで2本買えてたものが1本しか買えなくなる。わかります。元の価値が上がるっていうことは、それに対価として支払うお金の価値が下がったっていうことを相対的に言えばそういうことになるんですよ。わかりますね。なので、インフレーションでは物価が上がる、逆にお金の価値は下がる。これがインフレーションです。で、給料、年金、貯蓄が目減りすると。まあ、それはそうですよね。例えば、まあ、貯蓄。ずっとコツ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 貯めて、貯蓄が例えば100万ありますと。ね、今ね。100万円あります。100万円あります。で、100万じゃあれか。100万じゃあれかな。買えんかな。200万にしましょう。貯蓄200万がありますと。ね、コツコツ貯めたお金200万円。ね。200万円がありますので、まあ、例えばあるものが欲しいと。ね。200万、まあ200万でいいです。もうね、めんどくさい。200万で、まあ、ある200万円の、何しましょう？ 200 万円。車とかですか？まあ、例えば、高級車があると。ね。200万円。まあ、高級な車があると。で、それが欲しいと。200万円貯めてたんですよ。で、貯め始めた頃は、205万円とか。あとちょっといけると思ったんですけど、物価が上がると上がりました。物価が上がってその車300万になっちゃいました。205万がおかしいぞと。価値は上がるけど土地が増えないですよね。そんなバカなことありませんからね。そうすごいですよね。これ変動してたら、物価なんて常時変動してますから、その物価の変動によってそんな皆さんの貯金額ベロベロ動きますか？動きませんよね。物価は上がるけども貯金が増えない、つまりお金の価値が相対的に下がったんですよ。わかりますね。あの頃なら205万円、あと5万円で手に入ったのに、今ではあと100万も貯めなあかんと。バカ野郎。お金の価値下がってますね。そういうことです。で、つまり、給料はね、増えない。物価が上がっても、給料増えないんですよ。わかります？で、年金も増えませんよね。年金って額決まってますよね。物価増えるから年金増やしておこうは、そんなのないです。年金っていうのはずっと、その額面ですからね。わかりますか？数字で書いてます。それは減ったり増えたりしないんです。でも物価は上がっていくと。それ買えるものがどんどん減っていくんですよ。つまり、サラリーマン、年金、受給者の生活が圧迫されていく。これがインフレーションです。いいですね。なんか、響きいいとか言ってますけど、全然良くないですよ。そんな。別にいいことじゃないです。物価が持続的にどん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 上がっていっちゃう。で、まあ、基本的に、まあ、分かると思いますけど、これは公共の時にね、よく起きます。公共期に、よく起きます。物価が持続的に上昇。これインフレーションって言います。OK ですね。はい、じゃあ次。デフレーションです。反対に。はい、悪い。デフレーション。嫌な響き。ということで、物価が持続的にダウン。下がっていくと。やりましたね。もう一回やっていきましょうか。100円持ってます。50円のアイス、今まで2本買いました。物価が下がりましたと。25円のアイスになりました。そしたら、何本買いますか？4本買えちゃうと。ということは、今まで2本しか買えなかったのに100円で4本も買えるようになったんですよ。ということは、お金の価値は上がりますよね。上がります。はい、デフレーション、物価が持続的に下がると逆にお金の価値は上がる。これがデフレーションです。いいですね。で、これデフレーション、これ1個覚えておいてほしいこと。物価下がるってことは今まで持ってるお金価値上がる。めっちゃいいことやん。なわけないです。そんなやったらもうね、デフレスパイラルとか日本言ってますけども、それはもうすごい望ましいことのはずなんですよ。んなわけないです。なんでかっていうと、長期的にデフレが続くとね、
企業の業績悪化します。なんでか。それ額面減りますわな。額面が減ります。額面が減る、まあ消費は、まあ消費もね、そんなに増えないんですけども、額面が減りますと。減ると、その上げる給料、わかりますか？物価が下がってる、額面減るのに上げる給料は減らないですよね。つまり業績悪化すると。ということで、まあちょっとじゃあ給料下げますと。給料下げます。もしくは雇用を切ります。ということで業績悪化します。業績悪化することによって賃金低下、まあさっき言いましたね。賃金低下。賃金低下だったり、まあ消費が減少する。賃金低下することによって、そのお給料が減ると。お給料が減るってことは、もらった人は消費を控えますよね。ということはさらに企業にお金が入ってこない。ということはさらに業績悪化して賃金をまたカットしなければならない。ということはさらに業績が、消費が減少して、っていうふうな、ね、悪循環に陥るんですよ。これを、まあ、さっき僕ちょっとポツンと言いましたけど、デフレスパイラルって言います。デフレのこのようにね、スパイラル。どん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 深みにはまっていくと。そういうことをデフレスパイラルって言います。で、1990年ですかね。バブルが弾けた頃。弾けた頃から、まあ、1990年代からね、バブルが弾けた頃から日本ってデフレスパイラルに陥ってるんだと。いうことで、これがすごい大きな社会問題になりました。いいですね。だからデフレは、長期的になるとデフレスパイラル。企業の業績悪化して賃金低下、消費減少でさらに企業の業績悪化という悪循環に陥っていくんだ、デフレスパイラルに陥っていくんだっていうことを覚えておいてください。いいですね。あ、書いてませんでしょ。これデフレーション不況の時に起きますからね。いいですね。 OK です。はい、では次3つ目、これスタグフレーションって書いてます。なんぞや。インフレでもないです、デフレでもないです。スタグフレとか言いませんけどね。スタグフレーション、これ何かっていうと、景気の停滞と物価上昇が同時に起きることをスタグフレーションって言うんですよ。これ第一次石油危機のね、後に起きたことなんですが、ちょっと矛盾しますよね。景気停滞、つまり景気が好況になってて、これどんどん下がり気味。ってことは、物価は下がるはずですよね。好況じゃなくてどんどん下がっていってるんで、物価は下がるはずなんですよ。下がるはずなのに物価が上がっていってる。ちょっとこっちのグラフで見てみましょう。でこう公共期って言いますけど、停滞ってことはこの辺です。もう下がり気味です。下がり気味。下がり気味で、ちょっと、この辺下がり気味やのに、下がり気味やのに、物価は上がっていっちゃってると。この状態をスタグフレーションって言うんですよ。なんでかっていうと、要因は様々、たくさんあります。あるんですけども、1個、まあ、いろいろある原因のうちの1つでね、皆さんでも分かるかなと思うのは、物価の上昇とかね、そういうのってすぐに反映されるわけじゃないんですよ。時差があります。なので、この今までこの公表でぐん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 伸びてたんですよ。伸びてて、ちょっと、ね、景気が、シリスボーミーになり始めても、物価はどん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 まだまだ上がり続ける。これまだまだね、こう、残りっていうかね、勢いがあるので、なかなかこう、こっちについていかないんですよ。なので、ちょっと、いつまでも上がり続ける。このように時差があるんだと。景気の停滞と物価の上昇、これに時差があるので、景気が停滞しているのに物価が上がり続けるっていう矛盾の現象が起きているんだ。これスタグフレーション。景気回復と物価の、下降、物価下落、これが同時に起こる。これ違いますけどね。逆に覚えてる人いますけども、スタグフレーションっていうのは、景気が停滞しているのに、景気が停滞しているのに物価が上がっていってる状態、そのことをスタグフレーションって言います。で、それは第一次石油危機の後、1973年以降に起きた。そういうこともちゃんと覚えておいてください。はい、それではちょっと、ややこしい範囲になりました、景気変動。ですが、まあ、こうすごい大事なところなので、ね、分かんなかったらちゃんと何回も見直して、授業を受けてくれたらなと思います。はい、それではお疲れ様でした。